ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎豊です。高齢者そして、ね、高齢者になる秘訣を配信しております。今日は2023年の12月の21日木曜日です。今またね、朝9時過ぎからこうまた降り始めましたが、まだずっと降ってますね。今10時半になろうとしていますが、まだ山積みずっと降っています。降りますから、ちょっと雲がこう起きますから、周りもぐっと暗くなってきますね。ちょっとなんかどんよりしておりますが、そんな中で〇〇は辛いよシリーズを言っております。〇〇は辛いよの第3弾は、小沢健俊さんのホスピス医の本であります。今日が人生最後の日だと思って生きなさいと、まあなかなか厳しい、言葉ですが、でも時には、こういうですね、気持ちになってみるのもいいのではないかと思います。今日は第1章をね、まだ言っていますが、第1章は明日の自分に宿題を残さず今日を生きるという第1章です。その中の小項目をいきます。真実は死を前にして大切だと思えるものに宿る。自分が果たしてきた役割に気づけばこれで良いと自分の人生を肯定できるという項目ですね。行ってみたいと思います。自分の容姿や能力、持ち物、あるいは夫の仕事や子供の成績などを他人と比べ、優越感を覚えたり劣等感に苛まれたりしてしまう。そんな経験をしたことのある人は少なくないはずです。中には他人と比較して自分自身や自分の人生には価値がないとまで思ってしまう人もいるかもしれません。ほう、極端ですよね。他人との比較によって自分の価値を測ること、私はこれを比較の価値と呼んでいます。比較の価値というんですね。よく上には上がいる、他人と比べても意味がないと言われますが、私は特に健康なうちであれば比較の価値観に振り回されてしまうのも仕方がないと思っています。自分に絶対的な自信があれば、おそらく他人を気にしたり自分と他人を比べたりせず自分の生き方を貫くことができるでしょう。しかし世の中そんな人ばかりではありません。隣の芝は青いということわざがありますが、昔から多くの人が自分と他人を比べ一喜一憂してきたのではないかと思います。また他人との比較は決して悪いものではありません。他人と比べることが自分を客観的に見つめる上での指針になったり、あの人に負けたくない、あの人のようになりたいといった気持ちが前向きに頑張るための原動力になったりすることもあるからです。そうですよね。ただ比較の価値観によって劣等感や苦しさばかりが増したり、自分の価値に気づけなかったりするようであれば、それこそ今日が人生最後の日だと想像してみると良いかもしれません。なるほど。今日が人生最後の日だと想像してみると良いかもしれません。死を目前にすると比較の価値は全く意味を持たなくなります。どれほど社会的立場があろうと、財産があろうと、才能があろうと、死を逃れることはできないし、心穏やかに最後の時を迎える上でそれらが役に立つわけでもありません。他人よりもいい暮らしがしたい、他人よりも幸せな人生を送りたいと必死で努力してきた人が病気であること、残された時間が短いことが分かった途端、将来の夢もアイデンティティも失い、自分の人生は何だったんだろうと悩み始める。そんなケースを私は今まで何度も見てきました。しかし人が自分にとって本当に大切なもの、本当に自分を支えてくれるものに気づくのはまさにその時です。それは家族かもしれないし、友人や仕事仲間かもしれません。あるいは社会や他人のために何かを残すことかもしれません。もしかしたら
本を読むこと、ゲームをすることという人もいるかもしれません。いずれにせよ、健康な時に比較の価値観に振り回されて分からなかったことが分かるようになるのです。また死を前にすると自分が果たしてきた役割も見えてきます。それまで例えば同僚の方が自分よりいい仕事をしてきたといった比較の価値観に縛られ劣等感を覚えていた人が自分の人生を振り返り、同僚のような大きな仕事はできなかったけれど、みんなが嫌がっていた小さなプロジェクトを請け負い自分なりに努力して成功させられたのは良かったなぁと思ったりするようになります。また母親として子供を育てることができたこと、父親として家族を守ってきたことは自分の役割だったと振り返る人も多くいました。自分にとって大切なもの、自分が果たしてきた役割に気づき、自分の人生を肯定できるようになると、人は必ず穏やかな表情になります。この社会で生きていく上で、時には他人との比較が必要になったり、役に立ったりすることももちろんあります。ただ、それ以外にも大事なことがあるということに気づけば、真の意味での自分自身を肯定することができ、より穏やかな気持ちで生きられるようになるはずです。というのが今日の真実を、真実は死を前にして大切だと思えるものに宿る。自分が果たしてきた役割に気づけば、これで良いと自分の人生を肯定できるというのが今日の小沢健俊さんが書かれた今日が人生最後の日だと思っていなさい中からお送りしました。そうですね、その中に今の中に高齢者に、光り輝く高齢者になる秘訣が、秘められていたように思います。そして私もチャンネル登録がね、なかなか進まなくても、そんな時間、人と比べるのではなく、みやちゃん流に、みやちゃんのできる範囲で登録が増えればいいなと思っています。でも年末ですからね、ここでちょっと元気を出して、ぐっと増やしていきたいなと思うのも、またみやちゃんであります。ごきげんよう。